はい、どうもはい、楽しいご飯の時間ですよ。よっしゃ、今日も楽しみだね。はい、今日はね、こちらでございます。なかなかよ、なかなか、初登場のカレー、そして最近特に気に入っているハンバーグ、そしてイカフライ、白身魚のフライは2。このカレーはね、ぼっかけカレーです。後で箱も見せますから。でね、もう一個ダブルにしようか、ラーメンと行こうか、ダブルにしようか、ラーメン、やっぱり今日はラーメンと行きたいなってことで、札幌味噌ラーメンの名店、白樺山荘大辛味噌ラーメン、ミンチ肉 45% 増量中です。あれです、辛さレベル、うわ高いな、4、辛みが強いので注意して、そういうやつです、そういうやつです。でも美味しそう、これは味噌ラーメンをさせていただきます。で、そして本日その前にこちら、初めて飲むビール、初めてのはずです。ギロチン、ベルギーのギロチンです。ベルギーのギロチンでございます。はいっす、あ、ごめんなさい、カン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 、ごめんなさい。あー、いいね、あー、いいね、ほらいいですよ。ちょっと早く食べたいな。もう一回いただきます。何回やるんだ。お、おいしいね。今日はこの一本しか、余裕がないので、さあ食べましょう。カレーからいきましょう。ぼっかけカレーです。ぼっかけカレー、これぶっかけ、ぶっかけても牛すじやったらぼっかけや。これが永田の味、ぼっかけカレー、これです。お好み焼きやサバ飯、新永田、神戸。ぼっかけとは牛すじとこんにゃくを甘く煮たものをうどん、カレー、ラーメンなどにトッピングした。ああ、そうですか。牛すじとこんにゃくの感じ、あ、もう一回、何回いただきますか、ね、いただきます。さあ、カレーだけいきます。僕はこういう時大体カレーからいきます。だけで、あ、いい香り。お、おいしいね。じゃがいももでかいわ。うんうんうん、いい、いいよ、いいよ。うん、そしてぼっかけは、このね、ぼっかけね、かける時も思ったんだけど、結構でかい、ほら肉も結構でっかいのが入ってんの、これ。肉だけいきます。うんうんうん、あー、おいしい。待って、これカレー味ないとこだけ米と一緒に食べてみよう。これ美味しいわ。こんなんして、これいいぞ。うん、そりゃ美味しいよね。よし、じゃあカレーと、合うね、カレーとも合うね。うん、美味しいね、素晴らしいな。うん、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 ぼっかけカレーいいね。よし、このハンバーグ、このハンバーグもね、最近めちゃめちゃ気に入ってるんですよ。業務スーパーの断面ね、これね。業務スーパーの断面じゃないですよ、ハンバーグの断面ですよ。これが美味しい。うん、いつかこれ袋も出そうか、これですよっていうの。これは美味しいんだ。
当に気に入ってます。こっちも楽しみ。あれなんだ、うわーいいね、いいね、いいね。あー、こんなたくさんあるんだね。1,2,3,4,5,6,7 店舗かな。シンガポールってすごいな、すごいな、シンガポール店すごいな。シンガポールか、行ったことあります。シンガポール行ったことありますよ。よかった、最高最高。いやほんとね、不思議な感じ。台湾とシンガポールとなんか似てる感じですんだな、僕の中の感覚じゃ。あ、いい香り、めちゃめちゃいい香り、いいぞこれ。あー、汁少なめ、味濃いめでやりました。ドロドロです。混ぜたらどうなるか。汁少なめ、味濃いめでやりましたから。シンガポールでの思い出はね、まあもちろんいいところ、綺麗なところとかそういうのもありましたけど、一番の思い出はシーシャですね。水タバコ、一人で歩いてて、シーシャを吸って、固まってる4人、5人ぐらいの、今の僕ぐらいの年ぐらいかな、35から50ぐらいのお兄さんたち、お父さんたちが4人ぐらいで座ってて、見たことなかったから、食べたら食べた、吸ったこともないからそれちょっと吸わせてもらえないですかと。そのシーシャ、水タバコで、お金いくら払えばでいいですかっつって、お金はっつってやったらね、もうこれいいと、いいから吸ってきなさいと、はいはいっつって、ありがとうありがとうっつって、お金払うよっつったら、いらないんだよお金なんて、お金なんかいらないからどんどん楽しんで吸ってきなさいよっつって、シーシャたくさん吸わせてもらって、はいこれも食べてきなさい、これも食べてきなさいっつって、お菓子までもらってね、お菓子食べて、あ、美味しいね、ありがとうございますと、お話しって言って、お金本当にいいのっつって、いいいい、けいけいけっつって、つってさ、あの先輩たち、当時の僕30歳ぐらいですから、先輩たち、いい、よかったな、最高の思い出です。いただきます。あーいいね、汁少なめにしてよかった。うん、なかなか辛い、あ、でも美味しい。ああ。ああ。うん。これいいな。これいいな。うまい一杯を多くの人に。有名店がひしめく札幌において不動の地位を、そうなんですね、伝説の味噌ラーメン、うん、これ美味しいもんだって。カップでここまで来るんだったらね、まあだ、最近のラーメン屋さん、ラーメン屋さん、ラーメン屋さんね、辛い、美味しくないってとこもまあまずないし、それに、それプラスこのカップ麺の技術がもう最近はすごいんですよ。これ日清でしょ、日清さんでしょ、ほら。それもあって、もうカップ麺もね、美味しくないのはもうまずない。じゃないけどちゃんと辛いで美味しい。辛いだけじゃない、辛いだけじゃなくてこのうまみがね、いいね、気に入った、気に入りまね、気に入りました。そしてカレー、うん、ラーメンとカレーの最高じゃない。あんたも最高だ。
ほんと最高だ。これも、あれかじ、これも、業務スーパー。こっち入れとこう、絶対受かる、絶対受かる、うん、この人参もいつ、うん、じゃがいも美味しい、そんなに辛くない、このカレーとの中辛、この辛いラーメンのマッチング素晴らしいね。中辛とか辛口とか勝手に各々決めるあれだから、中辛でもめちゃめちゃカレーよって時も人によってはあるんでしょうけど、ああもう最高。イカフライはスーパーのやつ、これ全部冷凍ですからね、レンジでチンとしてその後フライパンでカリッとさせてます。まあこっちはカリッとっていうわけでもないけど、うん、うん、あちょっと大きい、多いな、いや、うん、ぼっかけっていうの多分初めて食べたけど、肉だけじゃなくてこれこんにゃくがいいわ、こんにゃくが、ただのかさ増し的なことじゃないです、重要な役割、いい仕事をしてる。この白身魚の骨絶対合うよ、このタレ、この汁に浸して、ほらほらね、見たくなるわ、美味しい、北海道、シンガポール以外は北海道しかないのかな、違うわ、うん、新川、新川、あ、北海道か、あ、神奈川あんじゃん、横浜ハンマーヘッド店、中区ね、へえへえ、バーごめんなさい、バーバーバー、ああそうですか、横浜市中区にもあるね、ハンマーヘッド店、ハンマーヘッド知らないけど、
どこ行っても同じなのか、お店によってちょっとずつ特徴があってなのか、またメニューがちょっとずつ違ったりするのか、それは分かんないですけど、行ってみたい。人間も入ってる。お店だったらもしかしたら辛さも選べるのかもしれないね。いいかも。辛さもそのうまみも両方感じられて、ダメだこれ。垂れてきた。もう辛いだけでどうしようもなくなっちゃっちゃーちゃーなんですけど、これは旨味も感じられて素晴らしいよ、本当に。チャッチャッチャーで思い出しましたけど、加藤茶さんすごいな、本当な。元気だね、非常に元気、さすがです。さすがですよ、本当に。チャーさん、さすがです。パナダイがやばい。これ美味しい、本当に。パナダイがやばい。これもいつ買ったか覚えてないから、最近かな。買ってきたら全部ガッチャンコちゃうんですよ、同じところに。だからどっちが古くて買ってきたのかね、順番的にどっちが新しいのかも分かんなくなっちゃうんでね。これ売ってたらまた買っちゃうかもしれない。なるべく食べたことないの
べたことないのってやってますけど、たまにあのこの間のカレー味の UFO 同じの2つ、2つって言って指1個だったけど2つ買ってきちゃうみたいなこともあるから、はあ、あ、もうないね。大辛味噌ラーメン白樺山荘ボケモンカレー両方美味しかった。で、イカフライ今お腹になりました。イカフライ、白魚フライにハンバーグで、ギロチン、ベルギーギロチンビール、今日もとっても美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、願望はチャード。